つもご視聴ありがとうございます。ゆっくりマリサだぜ。ゆっくり霊夢です。この動画では有名な商品やサービスなどの誕生秘話を紹介していくぜ。それで今回は何を取り上げるの ?100 円ショップ、ダイソーだぜ。おーおーおお。ダイソーって安いしちょくちょく行くのよね。100円なのに品質が良いからついつい色々買っちゃうのよ。今回はダイソーが誕生した経緯を紹介していきたいと思う。では、早速見ていこう。時は1967年、この物語は大学を卒業したばかりのとある若者が、妻の実家の会社に就職するところから始まる。妻の実家の会社に就職した若者って誰かしら？矢野博武、23歳。この物語の主人公ね。妻の実家の会社に就職ってことは、もう結婚してるってことね。ああ、矢野は大学生の時にすでに結婚している。しかもちょっと変わっているんだが、もともとの名前は栗原五郎で、結婚を機に妻の姓を名乗り、ついでに名前まで変えているんだ。名前まで変えるって珍しいわね。五郎という名前に異言がないとかが解明した理由みたいなんだが、このあたりのことは矢野の両親も納得済みのことだったみたいだ。さて、妻の実家に入社したこともあり、矢野はいきなり専務という立場で会社に迎えられた。お父さん、お久しぶりです。今日からよろしくお願いします。おお、よく来たな。博武くんには専務という立場で働いてもらうからな。いろいろ頼んだぞ。はい、頑張ります。うちの会社は魚を養殖して、育った魚を売るという仕事をしている。まずは、魚の養殖から仕事を覚えていってくれ。まあ詳しいことは現場の人に聞いてくれな。はい、了解しました。こうして矢野は早速魚の養殖の仕事をすることになった。しかし。今日からよろしくお願いします。社長の息子さんだよね。話は聞いているよ。ここの仕事は大変だから一緒に頑張ろう。なんたって社員は君を含めて3人しかいないからな。え？従業員ってそんなに少ないんですか？僕を入れてたった3人って。ああ、どうやら経営がかなり危ないらしいんだ。人を増やしたくても増やせないらしい。だから仕事量もめちゃくちゃ多いぞ。そうなんですか。ここから矢野にとって苦しい日々が始まった。朝から晩までマジで大変だ。とても3人でできるような仕事量じゃないぞ。しかもこれだけ必死に働いても赤字なんだよな。すでに多額の借金もあるみたいだし。これはどうにかしないと、本当にまずいぞ。義理の父親の会社の経営は、すでにかなり良くない状況だった。いきなり大ピンチね。それでも矢野はギリギリの状態で2年ほど頑張って働いたが、その頃には銀行からもお金を借りれない状態になっていた。銀行からお金を借りれないって、それってもうかなり危ないんじゃ。まあ、普通に考えてもうダメだろうな。しかし義理の父親である社長は、現実が見えていなかった。社長、もう銀行からお金を借りることができません。借金も返済するどころか膨れ上がる一方です。もうこの事業から撤退した方がいいかもしれません。何を言っているんだ。もうちょっと頑張れば、この会社も軌道に乗るところだろ。ただ、確かに目の前のお金が足りないことは事実だ。君の家族の誰かから、お金を借りてくることはできないかね。うちの家族ですか。矢野は頼まれた通り家族からお金を借りて、会社を継続するためのお金を用立てた。どんどん危ない方向に進んでいるわね。しかしもちろん業績は回復することはなく、矢野の家族への借金も徐々に膨らんでいった。社長、本当にもうどうにもならなくなってきました。このままだと全員がとんでもないことになります。何を言っているんだ。まだ全然いけるだろ。魚の養殖の場所を拡大すれば一気に稼ぐことができるはず。ただ拡大するためにはお金が必要だ。また君の家族からお金を借りることはできないかね。え？またですか？これはもうさすがに。ああ、もうダメなことは誰の目にも明らかだった。はあ、聞いてくださいよ。社長が今度は、この養殖場を拡大するって言ってるんですよ。もうとっくに銀行からもお金を借りることもできない状態なのに、うちの家族から引っ張ってこいって。そうですか。なかなか厳しい状況ですね。ここの養殖場の拡張工事はかなり難しいんですよ。正直やめておいた方がいいと思います。これ以上の借金は、命まで取られますよ。命まで。矢野は悩んだ。確かにこれ以上は本当に危ない。それにもう業績を回復するどころの話じゃない。とは言っても、俺は父や兄にも結構なお金を借りているし、ごめんなさいで済む金額じゃない。でも、このまま続ければ借金は膨らむ一方だし。決めた。俺は逃げるぞ。逃げるってまさか。ああ、矢野は妻と息子を連れて、すべてを投げ出して逃げ出したんだ。そんな、
でも、それほどどうにもならない状況だったってことよね。とは言っても、矢野は夜逃げする前に、家族にだけは金は返すとは約束している。本当に申し訳ないという気持ちでいっぱいだったんだろうな。うん？でもなんていうか、矢野さんが勤めていた会社が返すべきなんじゃないのかしら。まあ、誰の目にも会社が返せるようになるとは思わないからな。それに結果論にはなるが、この夜逃げの選択は正しかったと言わざるを得ない。この義理の父親の会社は、数年後しっかり倒産することになるんだ。そうでしょうね。矢野さんが逃げ出す前から、ほぼ倒産に近い状況っぽかったものね。こうして矢野は、地元であり会社のあった広島を離れ、東京で仕事を探すこととなった。さて、多額の借金を背負って東京に夜逃げしてきた矢野は、何でもいいから稼げる仕事をしたかった。そんな時偶然広島出身の知人が、百科事典のセールスで荒稼ぎしていることを知り、矢野も知人と同じ会社で働かせてもらえることになった。百科事典のセールスってそんなに儲かるのね。売れればだけどな。この百科事典を売る方法というのは飛び込みのセールスだったんだが、残念ながら矢野にはその才能がなかった。どうも、失礼します。図書月刊の矢野と申します。百科事典とかいりませんか？え？百科事典？ちょっと今忙しいから帰ってください。あ、はい。お忙しいところ失礼しました。矢野は推しが弱いタイプだった。そう、こんなことではダメだ。俺には多額の借金もあるし、妻も子供もいるんだぞ。相手が迷惑だと思っても、気にせず売るしかないんだ。どんな手を使ってでも売らないと。売るぞ。絶対売るぞ。気合を入れるだけで物が売れるほど、現実は甘くなかった。それに矢野は、相手が少しでも迷惑そうな素振りを見せると、すぐに話を切り上げてしまうところがあった。この相手を気遣う能力は、後に大いに役に立つことにはなるが、飛び込みの営業という場面では致命的な欠点だった。うんうん。お客様と長く良い関係を保つにはいいけど、飛び込みの営業は、今、この瞬間が勝負だものね。結局矢野は、会社で30人いるセールスマンのうち、27位ぐらいの成績で儲かるとは程遠い状況だったため、半年ほど働いて会社を辞めることにした。はぁ、本当に俺は何をやってもダメだな。最初の会社は運がなかっただけだったかもしれない。でもセールスの仕事は完全に俺の能力不足だ。これから俺はやっていけるんだろうか。借金も全く返せていないし。矢野は完全に落ち込んでいた。しかし矢野には懸命に働く以外に選択肢がなかった。多額の借金を返済し、妻と子供を養っていかなければならないからだ。うんうん。でもこれって、現代のほとんどのサラリーマンと同じような状況よね。そう思うと多くのサラリーマンってよくやっていると思うわ。確かにそうだな。多額の借金はないかもしれないがな。休んでいる暇なんてない矢野は、次はちり紙交換の仕事を選んだ。ちり紙交換？ワードはよく聞くけど、それってどんな仕事なのかしら。ちり紙交換とは、会社やご家庭などを業者が回って、新聞や雑誌などをもらう代わりに、ちり紙と呼ばれるティッシュの劣化版みたいなのを渡すんだ。引き取った新聞や雑誌というのは、専門の業者に渡すとお金がもらえるみたいなんだ。現代でいうところの、古紙回収みたいな仕事だ。あまり儲からなさそうだけど、大丈夫かしら。それが当時のちり紙交換は、あまり知られてはいなかったがめちゃくちゃ儲かる仕事だったんだ。しかも矢野にとっては、転職と呼べるぐらいこの仕事は肌にあった。こんにちは、ちり紙交換です。不要な新聞とか雑誌とか回収しに来ました。お、ありがとう。捨てるのめんどくさかったんだよ。しかもちり紙までもらえて、助かったよ。いえいえ、こちらこそ。またよろしくお願いします。ふう、今日もよく働いたな。しかし働いて感謝されるって嬉しいもんだよな。今までの仕事は感謝されるなんてほとんどなかったからな。しかもめちゃくちゃ儲かるし、商売って面白いな。矢野は仕事にのめり込んだ。日曜日などの休みの日でも休むことなんて考えなかった。うんうん。やっといい仕事に巡り会えたわね。さすがにちょっとは休んだ方がいいと思うけど。矢野は儲かる仕事で休みなく働いたことで、もちろんまとまったお金が手に入った。そのため父親や兄たちに、やっと借金の一部を返すこともできた。親父、兄さん、やっとまとまった金ができたよ。まだほんの一部だけどいつか全部返すよ。広竹、もうお金のことはいいから。お前には嫁も子供もいるだろ。このお金はお前の家族のために使いなさい。そう言わないで受け取ってくれよ。迷惑をかけたのは俺なんだし。そうは言ってもな、お前自分の顔を見てみろよ。この金を受け取ったら、化けて出てきそうな顔しとるぞ。
矢野は本当はお金を返したくはなかった。ちり紙交換の仕事を拡大し、より大きな事業とするための元手にしたかったからだ。いや、ダメだ。それじゃ俺の気が晴れん。受け取ってくれ。矢野はそれでも意地を張って借金の一部を返済した。うん。お父さんやお兄さんにも人生があるもの。ちょっとずつでも返さなきゃ。結果論にはなるが、矢野にとってもここで借金を一部でも返済したことは大きかった。事業拡大しようとしていたちり紙交換の仕事は、その後時代の流れとともに急激に廃れていったからだ。そっか、もし事業を拡大していたら、さらに借金が膨れ上がっていたかもしれなかったのね。それはそうとお前、ちょっと別の話がある。別の話？ああ、俺の知り合いに広島で一番の金持ちがいる。その広島一の金持ちが、お前たちを養子にしたいと言っているんだ。広島一の金持ちの養子。でも、俺には妻も子供もいるけど。もちろんそれは全部知っている。お前の嫁も子供も込みでの話だ。どうだ？一度話を聞きに行ってはどうだ？父親から養子の話があり、矢野は広島一のお金持ちの家に話を聞きに行くことにした。こんにちは、矢野弘武です。養子の話を聞きに来ました。君が弘武くんかね、よく来てくれた。それにしてもすごい豪邸ですね。こんな広い家、初めて見ました。まあ、金だけは持っているからな。もし養子に来てくれたら、この豪邸も、わしらの財産もすべて譲るよ。ま、マジっすか。豪邸も財産もすべて。だが、もちろん条件がある。この家には私たちの他に、私たちの両親が住んでいるんだが、面倒を見てほしいんだ。そしてその後、私たちが歳を取って動けなくなったら、私たちの面倒も見てほしい。なるほど。養子になるってことは、もちろんそういうことだ。面倒を見ることぐらいは何も問題ない。というか、この豪邸と財産がもらえるなら、面倒なんていくらでも見れる。断る理由なんて何もない。むしろお願いしたいぐらいだ。わかりました。養子になります。今後よろしくお願いします。こうして矢野は、広島一のお金持ちの家の養子になった。うんうん。老後の面倒を見るパターンの養子ね。たまに聞く話だわ。矢野はちり紙交換の仕事を辞めて、自分の家族と共に広島に戻り、この豪邸で暮らすことになった。しかし、広島一のお金持ち夫婦は、矢野の子供にはなぜか辛く当たった。なんでなのかしら。矢野さんに嫁も子供もいることは分かっていたはずなのに。正直理由はわからない。こればっかりは理屈じゃないからな。どうしても可愛く見えなかったんだろう。ただ、矢野の子供からしてみれば、理不尽に辛く当たられたら、本当にどうしようもない。小さい子供にとっては、家庭からは逃げ場がないものね。矢野はこれ以上自分の子供に嫌な思いをさせるわけにはいかないと考え、結局半年でこの家を出ることにしたんだ。うんうん。それも選択肢の一つだわ。こうして矢野は住む家がなくなり、仕事も辞めていたため、また一からのスタートを切らなければならなくなった。広島一のお金持ちの家から飛び出した矢野は、この先どうやって生活をしていくか、当然のことながら困り果てていた。父親が中古の一軒家を購入してくれたため、矢野たちはひとまずはそこで生活していくことにした。はぁ、養子になったのは失敗だったな。前の仕事は順調だったけど辞めちゃったしな。これからどうしようかな。あなたの姉の旦那さんから連絡があったんだけど、本業の医者の傍ら、ボーリング場を経営しているらしいの。もしよかったらって言ってたんだけど、どうかしら？ボーリング場か。何もしないで暇しているよりはいいか。何の仕事もなかった矢野は、とりあえず姉の夫が経営しているボーリング場で働くことにした。お医者さんなのに、ボーリング場を経営しているってすごいわね。もちろん医者の仕事がメインだから、あくまでオーナーとして経営していたみたいだ。だが、ボーリング場の仕事は、矢野には合わなかった。そのため矢野は、ボーリング場のアルバイトをしながら、また別の商売を始めることを考えた。ふぅ、ちょっと俺には、ボーリングみたいなレジャー産業は肌に合わないな。なんか別の仕事を始めないとな。そういえば同級生だったやつが、倒産した会社の在庫とかを格安で買い取って、それを売る仕事をしてたよな。その同級生から商品を買い取って、トラックに積み込んで移動販売でもやってみるか。矢野はボーリング場で働きながら、空いた時間に移動販売をしてみることを考えた。移動販売？特定の店舗を持たないで、自動車などで商品を運んで店舗以外で販売を行う商売だ。現代だと、キッチンカーとかで見かけるな。もちろん矢野は食べ物を売るのではなく、仕入れたものを売るといった感じだ。ふむふむ。安く仕入れた商品を、各地を移動しながら売りさばくって感じね。
早速移動販売の仕事を始めた矢野だったが、あまり大きく儲けるというようなことはできなかった。しかし、この仕事は矢野に向いていたのか、充実感を感じながら仕事に打ち込んでいった。お金も大事だけど、自分に向いている仕事をするってのも大事よね。そんなある日、ボーリング場を経営している姉の夫から、急に話があるとのことで矢野は呼び出された。お疲れ様です。話って何でしょう？お疲れ。広武くん、ここの仕事には慣れたかな？はい、だいぶ慣れました。ちょっと苦手なところもありますが。まあ、そんなものは続けていればそのうち慣れるよ。って、話なんだが。ここのボーリング場の専務になってみる気はないかな？え？専務ですか？ああ、俺は今後やりたいことがあって、ボーリング場を管理している時間が取れないんだ。君ならうまいことこのボーリング場を管理できるかと思ってな。ただ、今度、医師会から結構なお金を借りることになったんだが、その保証人になってくれないかな。え、保証人ですか？このお兄さんは医者でもあるし、地元の名士だ。その兄さんのボーリング場で専務になることは、俺にとってもステータスとなる。しかし、俺にはまだ多額の借金が残っている。そんな状況で保証人になるとか絶対良くないよな。兄さん、実は今、空いた時間に移動販売の仕事をしていて、それが結構うまくいって楽しいんだ。だからこのボーリング場をいつ辞めようか考えていたんだ。いつか言おうと思っていたんだけど、これを機に辞めさせてもらえないでしょうか。マジか、残念だな。わかった、もう明日から来なくても大丈夫だ。移動販売の方を頑張れよ。こうして矢野はボーリング場の専務になる話を断ったが、結果的にこの判断は正しかった。2年後、この義理の兄は、広島に薬科大学を作るという計画を立てて失敗し、とんでもない借金を抱えてしまうことになったんだ。恐ろしすぎるわ。保証人になっていたら大ダメージだったわね。矢野はボーリング場のアルバイトを辞めた後は、日雇いの労働をしつつ、移動販売の仕事でなんとか日々をしのいでいた。そんなある日。移動販売はやりがいはあるんだけど、あまり稼げないんだよな。もうちょっとなんとかしないと、このままだと厳しいよな。あれ？なんかあの公民館に主婦の人たちがたくさん入っていくな。なんでなんだろう。矢野はたくさんの主婦たちが吸い込まれていく公民館が気になり足を運んだ。すると、そこでは、小物や雑貨などが飛ぶように売れている光景が広がっていた。なんだ、これは。なんでこんなにも売れているんだ。びっくりした矢野は、仕事終わりにいろいろと話を聞いてみた。こんにちは。ちょっとすいません。なんでそんなに売れてるんですか？どんな商売をしているんですか？あ、どうも。私たちは大阪ヤストアと言います。大阪で商品を大量に仕入れて、日本各地を巡って、公民館とかの場所を借りて商品を販売しているんですよ。まあ、移動販売みたいなもんですわ。え？移動販売ですか？私と同じ仕事じゃないですか。場所を借りるとかそういう方法もあるんですね。もちろん場所代は多少かかりますけどね。でもなんでこんなにも商品が売れるんでしょうか？そもそもお客さんの数も多いし。多分ですが、この日、この場所で、どんな商品を販売するかのチラシを、事前に近所に配りまくってますからね。矢野は商売の方法を聞きまくった。なるほど、なるほど。これは儲かるチャンスだ。この人から絶対ノウハウを学ぶべきだ。あの、実は私借金もあって、どうしてもお金が欲しいんです。よかったらでいいんですが、私も一緒に働かせてもらえないでしょうか。あ、全然いいよ。人手も足りないし。こうして矢野は大阪ヤストアの親方の下で、移動販売の商売のノウハウを学ぶこととなった。さて、大阪ヤストアの親方の下で移動販売の仕事をするようになった矢野は、そこから順調に仕事の業績を伸ばしていった。矢野の仕事が軌道に乗ってきた頃、親方は四国で仕事をすることになり、広島の地盤は矢野が全て引き継ぐこととなった。おう。ってことは、親方が育ててきた広島の顧客は、全部矢野さんが引き継げるってことよね。そうなるな。そこから矢野は急激に売り上げを伸ばしていった。しかし数ヶ月経った後、親方が広島に戻ってきて矢野に会いに来た。おっすー、矢野くん久しぶり。元気にやっているか？はい、おかげさまで絶好調で、めちゃくちゃ儲かっています。親方が言った、四国の調子はどうですか？四国は全然ダメだ、全く売れない。移動販売の文化がないのかもしれないな。もう俺は広島に戻ることにするわ。だから矢野くんに引き継いだ俺の地盤を返してくれ。え？地盤を返せって？そんなの嫌ですよ。一度もらったものですし返せません。矢野は親方にもらった地盤を返すことを拒んだ。矢野さんはなかなか強硬手段に出たわね。
でも儲かる場所での商売を、簡単に手放すわけにもいかないわよね。結局この話し合いはまとまらず、これを機に矢野と親方は、広島で同じ商売のライバルとして争うことになった。ライバルって、矢野さんにとって師匠に当たるような人と争って、勝てる見込みなんてあるのかしら。普通に考えればかなり厳しい状況だった。というのも親方は数字に強かったため、仕入れ原価や販売価格などを、儲けがちゃんと出るように緻密に計算をして商売をしていた。一方矢野は、その場のノリというか、感覚や勢いで商売をしていて、計算なんてほとんど行っていなかった。これは矢野さんが勝てる未来が見えないわね。旗から見ればそうなんだが、結局この争いは、親方の会社が倒産したため、矢野の勝利で幕を閉じたんだ。え？どういうこと？原価も販売価格もノリでやっていたのに？ああ、逆にそれが良かったみたいなんだ。矢野は原価や販売価格をほとんど考えなかった。ということは利益を考えていなかったことになる。矢野は知らず知らずのうちに、利益を度外視した低価格で商品を販売していたんだ。なるほど、原価に近い低価格で商品を売れば、ライバルに差をつけられるわよね。まあ、偶然といえば偶然なんだが、結果的に矢野の商品はたくさん売れることになり、ある程度の利益は確保することができたんだ。典型的な、薄利多売の商売だな。うんうん。矢野さんは天然で、薄利多売の商売でライバルに勝ったってことね。一時はどうなるかと思ったけど、なんとか生き残ることができたな。何も考えず商売をしていたけど、結果的に親方は儲けようとしすぎたんだろう。商売ってのは、利益は少なくてもたくさん売ればいいんだ。安くて良いものを売り続ければお客さんから信頼される。そうすればお客さんはリピーターになって、何度もうちから商品を買ってくれる。お客さんを大事にすればうちの商売は安泰だ。これからはお客様第一主義を貫いていこう。ここから矢野は生涯、徹底的に、お客様第一主義を貫いていくことになった。そしてこの思いを胸に、1972年3月、28歳の時に、矢野商店を創業することにした。矢野商店、ここからより本格的に商売を始めるってことね。ああ、矢野商店を創業してからは、かなり順調に業績が伸びていった。この頃には、いつか年商1億円が達成できればと考えていたぐらいだからな。めちゃくちゃ順調じゃない。目標といえど、年商1億円ってすごすぎるわよ。そんな順調に仕事を続けていた、ある日。うわぁ、めっちゃ雨だな。さすがに今日は移動販売はできそうにないな。せっかくチラシも配ったのに、移動販売は天候に左右されるからな。矢野は今日の仕事は休みにしようと思ったが、少しすると天気が良くなってきた。おお、晴れてきたな。今から行っても、開店時間からだいぶ遅れているし、お客さんはいないかもしれない。でも、ちょっとでも稼ぎたいし、今からでも仕事をしようかな。矢野は、チラシの開店時間からだいぶ遅れて、移動販売の予定の場所まで出かけた。ちわ、矢野商店です。本日はなしにしようと思ったんですけど、雨が止んだんで来ましたわ。そこには雨で開店時間が遅れたにもかかわらず、多くの人たちが待つ姿があった。雨で中止だったかもしれないのに、それほどみんな買い物を楽しみにしていたのね。おい、早くしてくれ。俺たちはめちゃくちゃ待ってんだぞ。は、はい。すぐに準備します。矢野は急いで開店準備を始めた。すると。おい、これはいくらだ？こっちはいくらなの？これはおいくら？あ、もういいや。全部100円。100円ですよ。開店準備中にもかかわらず、商品を手に取り値段を聞いてくるお客さんが多すぎたため、矢野は勢いで、全部100円で売ることにしてしまった。勢いでって、よほど焦らされたんでしょうね。ふ、やっと終わった。しかし今日はやたら売れたな。まあ全部100円にしたから当たり前か。100円にしたから売れるのは当たり前。これだ。この瞬間矢野は、商品を全品100円で売ることを思いついた。おお、矢野さんは100円均一の商売に手を出し始めたってことね。ここから矢野商店は順調に売り上げを伸ばしていったんだが、すぐに時代の流れに翻弄されることになってしまった。時代の流れって、何かあったのかしら？石油危機だ。石油危機、聞いたことはあるけど、矢野さんにどんな影響があったのかしら？石油危機とは、原油の価格が世界的にめちゃくちゃ高騰した出来事なんだ。原油というのはあらゆるものに使われているため、原油の価格が高騰すると、すべての商品やサービスなどが値上がりしてしまうんだ。そっか。ガソリンとかの値段も上がっちゃうし、その分の費用を価格に乗せなきゃいけないものね。ああ、だが矢野は全品100円で商売している。
仕入れるものの商品が値上がりしてしまうと、さらに利益が減っていってしまうんだ。100円均一の商売には、かなり厳しい状況ね。いやー、いくらなんでも、物の値段が上がりすぎだろ。さすがにここまで仕入れの値段が上がってくると、儲けなんてマジでほとんどないな。仕入れ原価をなんとか下げれれば、原価を70円、いや80円までに抑えれば。いや、ダメだ。俺みたいなものが賢いふりして計算なんかしてもどうせうまくいかない。もういいや、なるようになれ。原価なんて考えずめちゃくちゃ良いものを売ってやる。矢野は諦め半分、破れかぶれになって、仕入れる商品の値段を上げに上げた。物によっては、原価98円のものまで100円で売り出した。原価98円って、輸送とか販売コストを考えるともはや赤字じゃない。ああ、だが結果的に矢野のこの行動は良い結果を生んだ。さすがにここまで振り切ると、100円でめちゃくちゃ良い商品が買えると、すごい評判になってきたんだ。確かに、良い商品が100円で売ってる時なんか、今でも感動するものね。このような影響で矢野商店は、いつの間にか同業者の中で日本一売れるお店になっていた。え？日本一？いつの間にそんなすごいことに。まあ、矢野自身もただがむしゃらにやっていただけだと思うがな。そしていつの間にか矢野商店には従業員が増え、商品の数も飛躍的に増えていった。従業員が増えるということは、移動販売する場所が増えるということであり、商品数が増えたことで、お客さんが楽しんで買い物をすることができるようになった。おーおー、なんか気がついたらすごい好循環が生まれているじゃない。ああ、本当にいつの間にって感じだよな。こうして矢野は石油危機による影響を乗り越えられると思っていた矢先、不運にも矢野商店で、大きな事件が発生してしまう。父親から買ってもらった自宅兼事務所は、商品とともに全焼した。矢野と家族には怪我などはなかったものの、今まで積み上げてきたものは全て灰になった。そんな。本当もう嫌になる。俺にはまだ借金だって残っているんだ。これまでの人生、本当に何もかも全てうまくいかない。実力がないことは思い知らされたし、とことん運もない。もう、商売はやめよう。そんなどん底にいた矢野のもとに、父と兄が訪れた。広竹、生きてるか。親父、兄貴。まあ運よく生きているけど、気分は死んでるよ。まあ、そりゃそうだろうな。でも命があってよかったじゃねえか。嫁も子供も怪我はなかったんだってな。そうだけど、家も、商品も、全部燃えちまったよ。そうだな。元気出せって言っても無理だとは思うけど、元気出せ。一応俺とこいつでちょっとは金を出す。ひとまずこれで一旦落ち着いて生活しろ。親父、兄貴、まだ借金も残っているのに。ああ、借金のことは気にすんな。それに今回渡す金は返さなくていいぞ。お前に貸すんじゃなくて、これは見舞金だからな。親父、兄貴、ありがとう。父親や兄からの見舞金を受け取った矢野は、メラメラと闘志が湧いてきた。このままこの商売をやめるなんてできない。自宅や事務所、商品などはなくなっちゃったけど、そんなものはどうにでもなる。やってやるか。今まで苦手だから避けていたことも、何が何でもやってやる。矢野が覚悟を決め、退路を断った瞬間だった。火事で多くのものを失った矢野は、まずは矢野商店を立て直すところから始めた。物が焼けてなくなったといっても、商売のノウハウや人脈、顧客などはなくなったりしないからな。うんうん、本当に辛いと思うけど、ここから頑張っていくしかないわ。そして矢野商店がある程度元の状態に戻ったあたりで、矢野は苦手だからとの理由で、今までずっと避けていたことを実行に移すことにした。苦手だからって、避けていたことって何かしら？大手スーパーとの提携だ。というのも矢野は、昔飛び込みの営業で結果が出なかった経験から、大手に対して営業をすることを避けていた。うんうん。飛び込み営業は、矢野さんの苦手分野だったわよね。しかし矢野は火事の一件から覚悟を決めていた。大手スーパーに対しても営業をかけて、スーパーの店先で移動販売をさせてもらえるように交渉を始めた。私たちは商品を100円でしか売りません。しかしこれがたくさん売れるためかなり儲かります。たくさんの商品を並べるため、多くの人たちが買いに来るんです。御社の店頭でうちが商売をすれば、ついでにスーパーで買い物もしてくれるはずです。場所代も売り上げに応じて支払います。御社にとってはデメリットは何もありません。うちの商売を、御社の店頭でさせてもらえないでしょうか。なかなか面白そうですね。いいでしょう。認めましょう。
こうして矢野は、矢野商店として初めて大手スーパーの店頭で販売許可をもらうことができた。おお、やったわね。苦手って言ってたのに、全然できるじゃない。まあ、百科事典の時は売ったら終わりだからな。矢野は今回のような長い付き合いになるような営業は得意だったのかもしれない。うんうん。矢野さんは相手の気持ちを汲むタイプだったものね。そしてこの大手スーパーの店頭販売は大成功を収め、記録的な売り上げを達成した。君んとこの商売はすごいな。うちとしても記録的な売り上げだ。もうよそで商売なんてするな。うちの専属でやってくれ。大手スーパーとの提携をきっかけに、矢野商店は明らかに良い方向に変わり始めた。しかし、矢野くん、申し訳ないが、御社との提携は今月で終わりにさせてくれ。え、なんでですか？めちゃくちゃうまくいっているじゃないですか。ああ、君の言う通りめちゃくちゃうまくいっている。だから、君たちとは別の100円均一の会社に入ってもらって、うちはもっと儲けることにする。わかりました。矢野たちの商売があまりにもうまくいったため、大手のスーパーは、もっと儲けられそうなライバル企業に鞍替えをし始めたんだ。そっか。矢野さんたちにもライバル企業はいるものね。ただ、そんな状況は長くは続かなかった。矢野さん、お忙しいところお越しいただいてありがとうございます。どうしたんですか？何のご用件でしょうか？いやぁ、100円均一の店頭販売の件なんですが、もう一度うちでやっていただけないでしょうか？あいつら矢野商店さんの半分、いや、3分の1のお客さんも呼べないんですよ。どうか、もう一度お願いします。矢野商店の集客力は、他のライバル企業を圧倒していた。あら、なんでなのかしら。同じ100円均一という商売なのに。矢野商店は相変わらず、原価の高い商品を並べていたんだ。そのため矢野商店の商品は、他のライバル企業と比べて明らかに品質が高かったんだ。うんうん、そうだったわね。矢野さんの方法はなかなか真似できないわよ。こうして矢野は大手スーパーとの提携を進め、飛躍的に業績を伸ばしていった。そして1977年12月、業績が伸びてきたこともあり、矢野商店という名前を、株式会社ダイソー産業と改め、法人化を行った。株式会社ダイソー産業って、もしかして、ああ、これが100円ショップ、ダイソーを運営している会社になるんだ。もちろん今も、ダイソー産業という名前で活動を続けている。おーおー、ダイソーの会社が正式に誕生した瞬間ってことね。そうなるな。ここから矢野の会社、ダイソー産業の快進撃は始まる。今までは広島を中心に活動をしていたが、東京や大阪にも進出し、徐々に全国規模の活動が増えていった。法人化して10年後の1987年には、今まで移動販売ばかりやっていたが、初めてちゃんとした店舗を構えることにもなった。うんうん。ずっと移動販売ってのも大変だものね。そしてさらに時代の流れまでもが、矢野たちダイソー産業の背中を後押しした。時代の流れって、何があったのかしら？バブル崩壊だ。バブル崩壊って、このチャンネルではよく出てくるけど、行政暗黒イベントじゃないのかしら。普通はそうだな。だが、矢野たちダイソー産業は違った。人々はバブル崩壊とともに、安いものを購入するようになったんだ。あ、そっか。安いものだったら、矢野さんたちの出番よね。しかも安い割には質がいいものばかりだものね。その通りだ。しかもバブル崩壊を機に、多くの会社が倒産し、多くの店舗が売りに出された。矢野はこの売りに出された店舗を次々と買い取り、自分たちの店、直営店を増やしていくことができたんだ。おーおー、もはや時代の流れに乗ったって感じね。ああ、矢野たち100円均一の商売は、不景気な時ほど輝く商売でもあったんだ。こうして時代の流れに乗ったダイソー産業は、日本中に店舗を構え、爆発的に飛躍していくこととなったんだ。さて、ダイソーが誕生した経緯は以上となるが、その後についても簡単に触れておこう。少し遡るが、1991年にダイソー初の直営店を香川県の高松市に開店し、その10年後の2001年には、日本国内に2000店舗を構えるほどダイソーの店舗数は拡大していった。2000店舗って、たった10年でとんでもなく増えたわね。まあ、さすがに時代の流れの影響もあったとは思うが、とんでもなく飛躍したよな。そして徐々に日本国内だけではなく、海外にもその店舗数を増やしていった。
2001年に台湾に出店したのを皮切りに、その勢いはとどまらず、韓国、中国、東南アジアと徐々に海外の店舗を増やしていき、現在では世界26カ国、全世界に5000以上の店舗を構える、一大企業にまで発展することとなった。この動画を作っている時は2024年だから、たった30年ちょっとで、5000店舗以上増やしたってことね。正直凄すぎてもうよくわからないわ。単純計算で、1ヶ月20店舗以上開設していることになるからな。改めて計算してもとんでもない数字だ。それにしても矢野さんは、なんでここまで会社を大きくすることができたのかしら。成功の要因については矢野自身が言及していたから、ここでは矢野の言葉を借りてみよう。成功したきっかけなんて何もない。本当にない。ただ、がむしゃらに働いていただけ。何をやってもうまくいかない。運も能力もない。成功しようなんて思ってなかった。確かに矢野さんの人生を振り返ってみると、本心で言っているようにも見えるわね。でも、さすがに謙遜しすぎなような気もするけど。どうなんだろうな。こればっかりは私たちが彼の人生から、ヒントをつかまないといけないところかもな。さて、その後の矢野についても簡単に触れておこう。矢野は1977年、34歳の時にダイソー産業を法人化して以降、40年近く社長として会社を牽引してきたが、2018年、74歳の時に代表権の内会長に就任。現場の最前線からは退くこととなった。74歳まであの大きな会社の社長を務めていたなんてすごいことだわ。翌年の2019年には会長を退任し、広島大学で特別招聘教授として講演を行うなど、晩年は教育にも携わっていた。しかし最後の時は訪れる。2024年2月12日、広島県東広島市にて、心不全のため矢野はこの世から去ることとなった。立派な人生だったわ。借金に悩まされた人生だったとは思うけど、ダイソー産業とともに人生が好転したわね。ほんとだよな。100円ショップに行き着くまでは、かなり大変な人生を歩んでいるからな。さて、まだまだ矢野やダイソーについて話したいことはたくさんあるんだが、長くなったし今回はこの辺で終わりにするとしよう。100円ショップダイソー創業者、矢野博武。彼が移動販売から始めた小さな会社は、今や世界中の人々にその商品を届け続けている。